僕も初めアーティスト活動始めた時に壁画を描きたいと思ってもまずその描ける壁がなかったりとか、こういう試みをもっともっとみんながチャレンジできるとよりその日本のアート界とかもどんどん大きくなっていくんじゃないかなと思ってます。今回こうやって外でいろんな人に見られて描くのは初めてだったんで、すごい緊張してました。あえてその下書きを全く見ずに描き始めてしまって、でも逆にここの渋谷の街に実際に立ってそのインスピレーションとかを受けて表現することができたなと思ってます。本当にまずは感謝ですね。すごく記憶に残る作品だなっていうか、本当にゼロからここまで完成できたのはすごいなって思いますね。すごい新たなスタートラインに立てたっていう感じです。最初は一つの作品としてちょっとイメージが湧かなかったんですけれども、そういうふうに見ると今までに見たことのないコラージュ作品になったので感動しています。先輩アーティストのジェイさんもだし、普通にやられてる3人の方もみんな楽しんでそれぞれのスタイルをやられてるのがすごい印象的で、型にはまるんじゃなくて自分が好きなスタイルをこれからも突き詰めていきたいなって思いました。